セーブスこんにちは、スペカンです。今日は商品紹介。ですね、もう見せちゃいますよ。はい、これドーン、わかるかな。これなんて読むんだろう。ファイン、ちょっと俺わかんないんで、わかる人教えてください。調べたんだけどね、なんかね、カタカナで書いてないんだよね。まあファインかなっていう会社、メーカーからですね、このマイク、コンデンサーマイクかなが送られてきました。まあ、レビューしてくださいみたいな感じで、提供していただいた商品になります。USB の、USB のコンデンサーマイクらしいですね。まあ、プレステ4とか、あとパソコンとかにつなげられるっていう話です。まあ、ちょっと、ですね、まあ、開けてみましょうと。はい、じゃあ、とりあえずね、開けてみます。僕はね、ちょうどね、この USB で使えるマイクをですね、ちょうど買いたいなと思ってたんですよ。そしたらね、すっげえいいタイミングでね、連絡していただいたんですよね。これね、ファインなのか、全然わかんない。なんかこう、説明書的な。はい、こんな感じ。結構しっかりしてるっぽいんだよね、これ。ほら。ちょっと待って。ほら、何これ、すごくない？なんかどっちかを閉めない。こう閉めんの、これこういうの。はい、来たよ。Wi-Fi。もうわかんない。Wi-Fi。結構重量感があってね、しっかりしてますね。僕ね、USB じゃない、マランツの、よくね、実況者さんとかが使うやつで、なんつうの、マランツの、XLR 端子かな、あれは。キャノンのコンデンサーマイクを使ってたんですよ。で、それは、USB 端子がついてないので、なかなか厳しいぞと。で、やっぱこれの方がね、なんかこう、スカイプとか、僕レッスン、スカイプとかでやるんですけど、楽ちんなのじゃないのかなと思ってて、ここにヘッドホンも、これすごいよね。スカイプとかできんのかな？ちょっと試してみようかなと思います。ノートブックがあるんでね、ノートブック。いい感じに音が拾え、ね、こう、マイク近くじゃないけど大丈夫なのかなとかね、なんかそういうの考えちゃうよね。一応このヘッドホンをつなげると。はい。ミュートってことこれ。そういうのも自由にできるんだったら相当すごくないか。で、一番はね、これツイキャスとかできたら最高なんだよね。簡単だな、みたいな。あ、電源入ったね。じゃあ果たしてまずこれ反応してんのかな。あ、マイクをファイファインドにできて、音これはスピーカーを、ファイファイン K678 マイクロフォンっていうのを Mac だと選べます。んで、こうボリューム関係が確か下?ちょっと試しに YouTube 聞いてみていいですかね。あ、すごいね。音いいよ。へえ。へえ。で、じゃあ今度これをクイックタイムで、クイックタイムで、果たして、取れるのかと。新規オーディオ収録。で、これが、マイクをファイファイン選べた。すごい。自分の声もヘッドホンに返ってくるね。すごいすごい。すごくないか、これ。めっちゃ使えんじゃない?でも近くの方がいいのかな。なんとも言えないね、こういうのって。でも、近くにマイクがあると煩わしいとかもあるもんね。音がどうなんだろうな、これ。いいのかな、悪いのかな。一応ね、マイク結構離れることになるから、ちょっとこう最大にしてもらって、ちょっとレックしてみます。もしもし。はい。はいはい。わかりました。ありがとうございます。何やってるんだろう。ちょっとこれね、聞いてみようかなと。聞いてみようかなと思います。すごいね。ミュート聞くんだ。やばいね。ちょっと待って、これ。これ流すわ。ちょっと。これすごいよ、これ。そう、逆再生なんだ。ちょっとこれを内蔵スピーカーにしてね、ちょっと聞いてみようかと思います。もしもし。はい。はいはい。ありがとうございます。これすごいね。もしもし。もういい。で、さらに、じゃあこれが、なんつうの、スカイプ使えるのかなっていうのは結構俺の中ではあれかもしんない。保存しないと。スカイプ使えたら相当だぞ。相当の相当だぞ、これスカイプ使えたら。音がね、良かったね。OK。OK。これ今、多分撮れてると思うんで。一応、スカイプ、じゃあレッスン、これでもできるってことかな?言ってしまえば。俺が喋るだけだったら。完璧じゃん、これ。っていう感じで、じゃあちょっと今度、ツイキャス行ってみようか。ツイキャス。もしもし。はい、お疲れ様です。声聞こえる?聞こえます。めちゃくちゃ寝起きなんですよね。ファイファイン。ファイファイン。どうしました?ファイファイン。ファイファイン。ファイファインな。いや、いいね。ファイファイン。でも結構なんか、良さげだな。なるほど。良かったですね。これね、みんな。これ。みんなこれね。これ。ミュートのボタンもあんだよ。ほんまや。今、全く聞こえないですね。これ結構便利。すげえ。今、喋ってました今、ミュート中ですかすごい、なんか、層に出てくる、おもちゃの人形みたいどう拾ってないでしょ。拾ってなかったですね。めっちゃ後ろの音とか拾ってますけど。ペチャ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 言ってるから、そのバーでペチャペチャを拾うぐらいね、結構。うん。そうだね。感度が高い。感度がいいね。うん。なるほどね。まあ、でもなんかまあ結構、なんつうの、USB で簡単にできるのはすげえいいかもしんない。一応それは別に何もいらずに単体で。そうそう、単体でいけんだよ。形はね、多分ね、結構いいと思うんですよね。なんか単純に形可愛いじゃないですか。うん、確かに。カプセル感があってね。だこれもなんか外して、この台みたいなの外して、うんうん、ちゃんとなんつうの差し口みたいなのも別でつけれるみたいで。あ、そうなんですね。そう、結構なんか良かったけど。まあでもなんか、まあ俺は多分この下の階でノートブックとかでツイキャスとかするときとかに主に使うかなみたいな感じかね。で足がなんかこう2つに広がるみたいな感じでしたっけ？足はね、ちょっと待って。こんな感じ。あ、なるほどね。固定なんで。でも全然いいっすね。そう、結構いい。まあ、あとこのミュートボタンがついてるっていうのがすげえいいね。マランツはついてないかもよ。ミュートボタンどこについてるんですか？ミュートボタンここについてる。ああ、なるほどなるほど。これを、あ、ほんまや。こうするとみたいな。はいはいはい。赤と青になりましたね。そうそう。これミュートすると。めっちゃ緑色ですけどっていうか感じになってるってことですかね。はい、じゃあそんな感じでですね、これ相当いい商品だったと。これね、これツイキャスもできたし、スカイプもできた。Fi の K678 っていう、コンデンサーマイクですね。一応ですね、プレステ4、Windows、Mac に対応とのことです。もしよかったら、購入してみてはいかがでしょうか。音質もね、そんな悪くなかったし、結構いいと思いますよ。僕はね、これかなりツイキャスとかで、今後活躍していくんじゃないかなと思われます。じゃあそんな感じでお疲れでした。